ポニルノポニルノポニルノさあカードが。はい、どうもこんにちは。ボネルンチャンネルのボネルンです。まあ今回はまあまたね、まあSNS 等でね、おいでフレマね募集してたら、まあお二方がね、ちょっと対戦以来、くれたので、今回は、その、お二方とやっていきたいなというふうに思います。ではよろしくお願いいたします。はい。大体ね、僕最初はね、左サイドにパスしますね。そういう癖があります。さあチャンス。さあ。ファンダイク、ナイス。いや、やっぱね、本当にね、ボールを取る能力。やっぱファンダイク、さすが。メッシ、ナイス、メッシ、ナイス。切り込め。自分で行け、自分で行け、自分で行け、自分で行け。よっしゃい。決まりましたね。さすがメッシという。さあ、クライフ、さあ、ロナウド。惜しい。チャンス続いてますよ。さあ、そろそろ決めてくれ。決めろ。もう一回。よし。こっちもこっちも。うまい棒。いいね。さあ、いい感じ。チャンス。綺麗に決まった。ナイス。いやー、理想のね、形のゴールですよね、あれ。よく考えたら、お相手さんの名前面白いですね。ソーシャルディスタンス FC って。はい。さあ、メッシからの、キミヒからの、クライフからの、ネイマール。からの、ロナウド、ナイキーですね、今のは。さあ、ロングフィード。インボービルには届かず。さあ、クライフもうまいよ。ナイス、ナイス。さあ、ブルーノからの、ロナウド。今のはうまいっすね、相手。さあ、後半戦が、スタートしましたら、では、やっていきたいと思います。まあね、さらに得点できるように頑張っていきたいと思います。さあ、では、まあね、フレマね、随時募集してます。動画ね、どうしてもいい方は、ぜひ、そのね、いいっていう風に言ってくれたら、動画ね、映します。はい。さあ、チャンス。いや、猛攻がついてます。これは来たか？よし、決まった。いやー、大体ね、やっぱ、僕のチームはね、クリロナ・メッシあたりがね、得点力ですね、やっぱ。で、まあ、それに対して、まあね、ネイマール、クライフなどが、アシストをね、してくれてます。さあ。いや、今、上手い。よし、ナイキ。やっぱね、安定のオブラクさん、やっぱ、いいっすよね。ネイマール。さあ、さあ、いけ、走れ。俊足ネイマール。さあ、いけ。よし。決めろ。よし。まあ今のはちょっとラッキーな形ですね。はい。1試合目は、見事勝利しました。対戦ありがとうございました。また、お待ちしております。はい、ではやっていきます。ちょっとね、僕ディフェンス弱いんですよね。
いや、ベッカム羨ましいな。カーンもいるし、結構いいんじゃないですか。さあ、2試合目ね、キックオフしました。取られた。早速ボール取られた。まず、ボール戻しのからの、アルバ、ネイマール、クライフ系。負けんな、負けんな。おし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 。これは決めたでしょ。決まったー。クリスティアーノ・ロナウド。さあ、開始早々ね、得点、決めることが、できましたね。やばい。これはやばい。ナイスキーパー。飛び出しナイス。さあ、ラブルの。やばい。バラン行け。何やってんだ。バランバラン。しつこく行け。よし。やっぱね、守備は人数何人もかけてね、守ることが重要だと思いますよ。はい。まあ、ウイレにしてもね、サッカーにしてもね。さあ、メッシ、ナイス。動き出し、ナイス。よし、行け。よし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 。決まったー。ナイスゴール。いやー、やっぱ、得点機やっぱ、クリロナメッシ、すごいね。うん。総合値100超えコンビ、ね。いや、本当にこの二人は、ありがたいというか、お世話になっております、本当に。やばい。さ、あんまり、ルートフリット、使ってる人見かけませんね、はい。さあ、ネイマール走れ。いや、足が速いんだよな、本当に。いけ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 。決まったー。いや、落ち着いて冷静にね、決めましたね。さあ、どんどん行こう。油断は禁物。さあ、アルバに渡り、ネイマール。クライフ走れ。やっぱね、クライフね、ワンツーの動き出しがね、めっちゃいいんだよ。うん。って言ってる矢先にやばいぞー。ちゃんと守れ。ナイスカバー、バラン。さすがフランス代表のセンターバックの要ですね。あ、くそ。ライカールと、もうね、あんま見ないっすね。さあ、メッシ、キーパー来た。決めろ。いや、ナイス。これなんか気持ちいいんだよね。ちょっと遠いところから決めるっていう。はい。さあ、4号ルメンですね。はい。だいぶ安定ですね。はい。さあ、ネイマール、クライフ、ロナウド走れ、ロナウド。ああ。最近ね、ちょっとレート上がんないっすね、本当に。なんか誰かね、レート上がるコツね、知ってたら教えてほしいっすね、はい。はい、ではね、後半スタートしていきます、はい。選手交代しましたね、はい。ムバッペ。さあ、ネイマール。ピケ買うぜ、うわ。いや、ほんとね、ピケとかラモスとかね、ファンダイク来るとさ、なんかめっちゃ怖いんすよ。怖いっていうか、なんか、ビビっちゃいますね、はい。ほんとにあの二人強いっすよ。取られたー。よし、決めろ決めろ決めろ。あ、いや、いい感じだったよ今。いい流れ、流れ来てます。さあ、チャンス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 。くそ、
やばい、ナイスパスだね今のは。よし、ナイスカバーファンダイク。さあ切り上げていこうぜ、上がれ、ナイスサラ、走れ走れ走れ、いやうまい、リシャルリソン強いですよね。やばい、ファンダイクちゃんとつけ、うん、くそ、うまい、やられた。今のはね本当にお相手さんうまかったですね。はい、さあメッシからのムバッペ、いえ、あー今のかわしてもよかったですね、キーパー。さあこれは大丈夫っしょ。センターバック、クリワリかバラン迷いますね。はい、あのよかったらどっちがおすすめかね、あのコメ欄で教えてください。いやー僕ねクリワリのね使用感まあ良かったんですけどね、まあ単純にバランが総合値高いんでね、いいバランにしてます。さあこれはいったんじゃないか、ナイスゴール。さあといった感じ、終わりました。2試合目もね見事勝ちました。対戦ありがとうございました。